HKT48 のももちはまラジオ局ポッドキャスト、 HKT48 のももちはまラジオ局ポッドキャスト、 HKT48 の柳瀬玲也と栗原沙耶です。伊藤優里です。石橋しぶきです。このポッドキャストでは番組本編で放送できなかった未公開音源やその週のハイライトなどをお送りします。この後お楽しみに。それでは行きましょう。ポッドキャストももも局。今週もレイヤちんは声が出ませんのでスタジオにはおりますが質問で参加します。レイヤちゃんの発言は随時代読してお送りしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、はい元気そうで元気だった。元気は元気だもんね、はい、よかった。さあ先週もすごく盛り上がりましたが元気ですか皆さん。今週めっちゃ元気よかった、よかった、よかった、よかった。じゃあ今週も楽しくお送りしていきましょう。それでは HKT48 のももちはまラジオ局放送開始です。さあ今夜もスタートしましたガールズパンチ HKT48 のももちはまラジオ局。この番組は私たち博多を拠点に活動する HKT48 のメンバーが RKB ラジオ内に架空のラジオ局を作っちゃいましたという感じで、はい、私たちが様々な企画やトーク、ゲームなどを通じてメンバーと仲良くなる、リスナーの皆さんとも仲良くなる、さらにはメンバーの素の魅力、知られざる魅力を発信しちゃおうという、そんな番組をお届けするラジオ局です。全メンバーは6期生の柳瀬玲也ちゃんと2週交代で3人の先輩パートナーが出演します。今週も全員集合です。はい、今週もみんな揃ってます。そしてももちはまラジオ局ということで、このラジオ局の中にいろんなミニ番組があるのでサブスク感覚でみんなで聞いてみよう、トライしてみようという楽しい番組です。 RKB ラジオと FM 諫早の2局ネットでお送りします。これから30分間よろしくお願いします。リアタイでお聞きの方は X の番組アカウントをフォローしてもらってハッシュタグもも局をつけてつぶやいてください。リアタイ実況もお願いします。さらにこの番組のポッドキャストも絶賛配信中です。番組本編で放送できなかった未公開音源やその週のハイライトなどをお送りします。詳しくは番組公式 X をご覧ください。ということで今夜も始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここで改めて自己紹介をさせていただきます。 HKT48 のチーム H、 さえちゃんこと栗原さえです。 HKT48 チーム H、 20歳の伊藤優里です。HKT48 の石橋ゆぶきです。よろしくお願いします。はい、では早速なんですが皆様からのメッセージをご紹介します。ゆぶちゃんどうぞ。失礼します。ももきょくネームしゅんたろうさんからです。4人の皆さんこんばんは。こんばんは。目撃者公演いつも楽しく見ています。そこで提案というか希望なのですが、いつかこのラジオメンバーでユニットをやってほしいです。できるとしたら星の向こう側かなと思います。ちなみにですが、いぶきちゃん以外の3人が揃うということはよくありますので、この機会にぜひいぶきちゃん覚えてほしいなと思いますそれかサボテンに1人ゲスト加えてやるというのもいいかもしれませんね。今後の公演、これからのラジオを楽しみにしています。ももきょく開局から1周年おめでとうございます。ありがとうございます。出たことある。あるの？欲しいの？欲しい。あるけど確かに4人揃うことないかね。うん、サボテンがいいんじゃない。サボテンね、うん、でも他2人追加どうするよ。誰にする？誰がいいかな。誰にしよう。渋いとか入れとく。何何。あ、みなりな、私も思った。あ、レイちゃん、みなりな。あ、いいじゃん。いいじゃん。ポジションかぶんないのかな。わ、あ、か、あ、でも、大丈夫。ゆき、イブちゃんのセンターでしょ、あの、帽子の。うん、でもゆき、どこでもいけるよ。あ、そうなんだ。私、ポジカチューシャしかできないから。帽子 NG なんで。すいません。帽子 NG。5ポジできるの？ 5 ポジできる。え、すごいね。できるできる。6ポジ中5ポジってこと、うん、なんか知らんけどいっぱいやってるすごい。そうそう、すごい。一人でできるじゃん。できるできる全歌わりできるけんね。できるけんね急に。そうですね、いつかね。あの、私いわゆるレイヤチンは、まあ、3人でよく言ってたり、うんうん、そうだね、同じ系統なんでやっぱ3人同じ系統なんで。いやでも私も腕とかあやってるんだ。ええ大人しめユニットやってる。あ、私もうめちゃくちゃ大人しめユニットが目が怖い。ほとんどですね。怖い。目が怖い。いつかね、うん、できたらいいなって思いますね。確かに。
ちなみにこの後は架空の公演という企画をやらせていただきますのでお楽しみに。ということでもう一つ読ませていただきます。桃曲ネームヨッシーさんからです。メンバーの皆さんこんばんは。こんばんは。ついに4人揃いましたね、うん、さて先日のさて先日のサンパレスにて行われ何もしない。待って待って、スタッフさんがめっちゃ覗いてるけど何もしてない何もしてません。顔も変じゃない。さて先日のサンパレスにて行われたコンサート、ホップステップジャンプに東京から参戦しましたが、4人とも大活躍でしたね、うん、チェリーでゆえるちゃんの歌声が好きだなぁとなったり、イノセンスでさえちゃんの可憐な舞に惚れ惚れしたり、いぶきを見ていぶき足長すぎ、体の半分足やんなどと湧いていました。そして希望についてでは推しメンのレイヤちゃんがセンターのポジションで他を寄せつけないぐらいに圧倒していました。4月5月とコンサートは続きますが、いつも素敵な景色を見せてくれてありがとうございます。そのためにリハ準備とても大変だと思いますが楽しみにしていますということです。ありがとうございます。はい、コンサート一旦終わって、うん、多分放送だったら4月も終わってんのかな。終わってる。うん、さあコンサート3月4月終わりましたがどうでしたか。楽しかったね。楽しかったね。うっす、うん、いぶきはあの、うん、ソロ。そうですね、ソロユニットどうだった。なんかあ、すいません、いぶきこれをオーディションで歌ったんですよ、ずっとやりたくて。あ、そうなんだ。そうそうそう、やってて、なんかまだ顔出ししてない時のショールーム審査の時も、うん、なんか、うん、もしも HKT になったら何をやりたいみたいな言われた時に、顔出ししてないショールーム審査。あ、そうです、ね、そんなのあったの。なんかショールーム審査が私たち5期生はあって、その時に私ワルキーって言ってたっぽくって、それがなんか5年越しに叶って、はい、なんかファンの方もすごい喜んでくれてたので、うんうん、よかったなって思います。可愛かった。可愛かったね。煽りとか、ありがとうございます。はい。むずい、ね、可愛かったって言ってるじゃん。ありがとうって。ほら怒ってるよ。ありがとう、うん、ありがとう。ゆえるもね、うん、歌どうだったの。可愛かったじゃん。そう、まいちゃんとはなさんと3人でやって、うんうん、可愛かったわね。そう、なかなかない3人でやったし、うん、なんかあのステップがあって結構踊ってたよね、うん、結構踊ってこの曲、うん、歌うのに踊るから、うん、本当になんかでも歌声好きって言ってくださる方がすごいいたのでよかったなと思いましたね。可愛い声してるよね、ちね、うん、本当本当すごいよかった。多分本番終わって舞台袖でゆえるに言ったんだけど、うん、めっちゃよかった。うん、ありがとう。ゆうきも言ってくれてるんで、リハ聞いて、うん、うまかったって言った。ありがとうございます。ね、でファイちゃんもマジで井先生すごかったよ、ね、本当にすごかった。なんかリハの視聴率結構高くて、リハからいやもうすごいなんか今までにない感じじゃん、うん、その曲そうなんか和なテイストでやったんだけど、うん、それが最初はすごい私たち見てるがもう何これって思ってたけど、本番ってかその見てた時にめっちゃすごくて、うん、すごかった。アーカイブを見た時のさえちゃんがさ、あの感想かな、うん、なんかでダンスしてる時すごかったね。お母さんも褒めてた。嬉しい、うん、本当にありがとう。めっちゃすごかった。いやでもあの3月ちょっと自分的に納得できなかったので、4月あのまだね、うんうん、コンサートを迎えてないんですけど、どうだったか、確かに、ね、うまくいけばいいですね。そしてレイヤチンの希望についてね、なんかすごい、あ、なんて言うんだろうね、あの、あ、そっか、4月はあ、そうだね、トランペット何トロンボーン、トロンボーン、トロンボーンか。何の曲だ、どうだった、うまくできてるかな。絶賛、この後も練習。この後、なんで、この後もラジオ終わり練習に行って、なんだっけ、トロンボーン練習するんだ。そっか、ね、あ、そうだ、3人はあのフレッシュコンサート、そう、うん、最初の、ね、前半がありますが、もう言ってんじゃない、放送を迎えてるから、はい、あの最初の曲で、うん、みんなでね、そう、何位かとかあるんですけど、そうそう、先輩の場所を奪っていくっていう、ありがたくその1位に、ね、なって、いいの、そんな言っちゃって
なってるか。なってないと思うよ。だって放送終わってるよね。終わってるよ。終わってるよね。はい、あの1位にね。そのね、それでさ、いぶきが1位だとやらせみたいになっちゃうからやめてよ。確かに逆にね。確かに本当に、本当にあれはもう本番の、そうそう本番、そう、誰がミッションをクリアするかだから、ね、そう。どこに入るか分かんないけど、全曲覚えるっていう。うん、そうだね。うん。やんないとは。はい。その中でゆえでも一番先輩です、うん。そうだよ。そうだよ、あれだよ。あれだね。ね。ね。ビギナーね。できてるかな、上手に。ビギナーね。すっごいみんながあの練習してるのを見てるから、うん、もう本当に楽しみだし、なんかリハを後ろから見てて、うん、みんなかっこいい本当に、ね、最高、うん、なんでそんな謙遜さ今までしてなかったなんか今のその、ね、今のね状態だったら私たちその本番できてるこれそうなんだぐらいな結構、うん、緊張感っていうか、うん、いや結構な時間リハしてるじゃんみんな、うん、頑張ってね頑張ります頑張りますみんなでね盛り上げていきたいなって、はい、思いますはい、皆さんメッセージありがとうございました。さてこの番組ではラジオの前の皆さんと一緒に番組を作っていきたいと思っています。皆さんからのメッセージをじゃんじゃんお待ちしています。ではこの後も門曲をお楽しみください。 HKT48 のおもちはまラジオ局ポッドキャスト、最初の番組はチーム桃曲プリンセス公演イエーイ。はい、最初の番組は皆さん待望の桃曲メンバーだけでのちょっとした公演気分をお楽しみいただこうという番組です。その名もチーム桃曲プリンセス公演イエーイ。ということでここからは姫、プリンセス、プリンセスになりたい人、ついでの人の4人によるラジオ特別公演です。普段の劇場公演を再現しているような感じでエアーですが、チーム桃曲プリンセス公演という公演を行っていきたいと思います。はい、いいですか、ついでの人。うんいいですね。では早速スタートです。ではここからはチーム桃曲4人でお送りしています。まずは自己紹介から。はい、 HKT48 チーム桃曲の姫ことヤナスレイヤです。はい、 HKT48 チーム桃曲のプリンセスこと栗原沙耶です。はい、HKT48 チーム桃曲のプリンセスになりたい伊藤優瑠です。はい、HKT48 チーム桃曲ね、ついでの一言石橋ゆきです。ついでの、イエーイ、ついでの人。はい、この4人で今回公演です。んまだちょっと納得いってないようですけど、うん、だってプリンセスでもないし姫でもないんでしょ。なりたいとか言ってないし、うん、でも台本に書かなくてもいいじゃん何よついでの人ってまあ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 、うん、ね、行きましょうかね。では企画に行きましょう。今回の企画はこちら、誰が本当のプリンセスか、プリンセス選手権。イエーイ。はい、ということでこちら桃曲ネームりょうさんからですが、この番組には姫のレイヤちゃん、プリンセスのサエちゃん、プリンセスに憧れているイエルちゃんが揃ってるということで、ついでにいぶきちゃんも加わって、最近あった自分こそが姫もしくはプリンセスだなと思ったエピソードやプリンセスが言いそうなワード対決などをして、誰が本当の姫、プリンセスなのかを決めてほしいですということで今回は私こそが姫だ、プリンセスだなと思ったプリンセスエピソード対決です。はい、姫、プリンセスにふさわしいエピソードトークをしてください。誰が本当の姫なのか決めたいと思います。はい、ジャッジはですね、今日来てくださってるスタッフさんたちでやっていただくそうです。はい、うん、それでは早速プリンセスエピソードを披露してもらいましょう。はい、まずはイエルから。はい、私はですね、イチゴが大好き。おお、やっぱりイチゴってピンク色だし、うん、かわいいもんね。かわいいし、うん、プリンセスとか姫が食べてそうじゃないですか。うん、やっぱり果物で生きてるプリンセスだって、うんうんうん、果物食べて生きてますし、ね、やっぱ自然といちごを選んじゃうっていうのがもう根っからプリンセスなんではないかかなって思いまして、最近は本当に目にいっちゃうのよ、いちごのものが、うん、そのチョコだったらいちごチョコレートとかいろんな種類ある中でだよ、うん、ヨーグルトだっていろんな種類の中ある中でいちごヨーグルトが目にいってしまう。なるほど、そういうところが
プリンセスだなって思います。ついでの人がついでの人すっごい納得いってない感じ。じゃあ続いてレイヤちゃんのイブちゃん代読お願いします。2つある。お、いきます。はい。いつもお菓子を食べるときには必ず紅茶を入れる。和菓子を食べるときには茶筅を用意してお抹茶を立てます。わ。そしてもう一つ、ドレス集めが趣味。 HKT 公式のプロフィールの特技欄に書くか迷ったのですが、プリンセスぶってると思われたくなくてやめました。全部で10着ほどあります。言い方に問題ある。すごいね。言い方なんですけど、すごい。え、何、あ、やっぱピアノとかに聴けるからとか。え、違くて、趣味で、趣味どこで聴んのそれ。着ないけど、着ない、見て楽しむんだ。じゃあ言っちゃったからお話し会とかで着なきゃだね。レアチアン。あ、そうね。じゃあ次はさえちゃんの。はい、いきます。私のプリンセスエピソードは、今日タクシーに乗った時に降りる時、うん、運転手さんから良い週末をお気をつけてって言われました。うわ、どう、まあ、プリンセスじゃない。確かに言ってくれそうだもん、うん、言われないっしょ。いぶき別に。ほら、プリンセスだわ。やっぱ言わないとって思ったのかもね、運転手さんも。素敵じゃない、でもそうやって言ってくれるの、うん、粋な運転手さんでした。なんかさ、今の3人聞いてさ、全然納得いってなさそうなので、うん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 、最後イブちゃんにお願いしたいと思います。じゃあいきます。私のプリンセスだなって思うところは、まあ朝とか早い時とかですね、うん、結構あの召使いにその羊にこう送迎をしていただくの。その時に、うん、寝たいなって思った時に、うん、羊が、うん、羊がボタンをポッて押したら、あの椅子がね、こう寝てくれるの、うんうんうん、で、まあ、ついたりして、まあ、眠いじゃないの、うん、ついたりしたら羊がプッてドアを開けてくださるの、うんうん、だし、うん、そうね、まあ結構こんな性格だから、うん、あれだけど、スカートとか履くときは結構こうやってひょいって持って歩く、トコ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 ってつま先立ちで歩くかな。以上ね。すごい、羊いるの。うん、羊がいらっしゃるわ。音って途中聞こえたけど、オタムスジェニーっていう羊なの。誰、素敵な、うん、海外の。そうそうそう、すごい、ね、そうなんだ、うん、嘘は良くないんだよ。でもこれ確かにね、うん、プリンセスって嘘つかないから。そうだよ、嘘は良くないよ。でも私は嘘つきプリンセス。良くないな、意地悪だ。そう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 、そう、まあまあそれを踏まえて投票で決めたいと思います、うん、そうそう、イチゴなんてですわ。意地悪すぎる。4人の中で本当に姫プリンセスなのは誰なのか、スタッフさんお願いします。あ、私。さあ結果が出ました。4人の中で本当に姫プリンセスなのはレイヤちゃんです。すごい。すごいよ。やっぱ聞いて納得した。まあまあ、ドレスを集めるなんて、うん、みんなやってない意地悪プリンセスが納得できない顔してますけど。そうかしら。おめでとうございます。全て嘘。そう、嘘は良くないよ、うん、そう。人にされた話ですから。だからプリ、やっぱさえちゃん自分がプリンセスだと思ってるから。プリンセスだもん。いぶきの顔。ということでレイヤちゃんにはモモ曲リアルプリンセスという称号を授与します。おめでとうございます。ありがとうございます。いかがですか、ちょっとイブちゃん聞いてください。どうか、とっても嬉しいだけだって。言ってない、言ってない。それ本当にプリンセスなのかしら。嬉しいだけ。全然違うわね。はい、ということでエアでお送りしましたが、4人での初の共同作業、チームモモ曲プリンセス公演いかがだったでしょうか。はい。それではゆえるちゃんどうでした、プリンセス公演。まだまだだなって思いました。自分がね、まだ慣れないなって、あ、ずっと遠い、うんうんうん、憧れなんだろうなって思いました。うん、そうだね、うん、じゃあプリンセスになったリアルプリンセスレイヤチンは嬉しい、
すごく嬉しい。とっても嬉しいだけとっても嬉しいだけ。嬉しいだけ。あれ、うん、姫がプリンセス、そんなこと言うかな、うん、姫。ね、言わないよね。言わないよね。意地悪。意地悪。意地悪プリンセスの、ゆぶきちゃんはどうでした、うん、まあ、まだ私にみんながたどり着いてない。スタッフさん、ちょっとこれから呼び出しですよ。やっべってよ。ということでエアでお送りしましたが、はい、2人での初の共同作業チームももくプリンセス公演いかがだったでしょうか。今度は実際に劇場でもやってみたいですね。ね。以上、開局1周年スペシャルチームももくプリンセス公演でした。ということで、開局1周年スペシャル、あっという間にエンディングなんですが、皆さん今日の番組いかがでしたか。ゆえるどうでした。楽しかったですね。今回ももうさよならだよ、4人。まあ、確かに。また1年後?1年後かな?1年後かな。ね、うん。どうでした?楽しかった。またやりたいね、4人で。うん、ね、やりたいよね。なんかさ、誕生日とかさ、それぞれの。確かに、やりたい、ね。生誕祭とかできたらね。お祝いしたいよね、うん。確かに。そんな日に声が出なかったレイアーチ、残念ですが、どうでした?楽しかった。いや、やっぱレイアちゃんの声聞いてもう一回やってみたいね。そうなの、やっぱいっぱい言われるかもよ。確かに今言えなかったものが溜まってるかもしれない。やばい、目だ今、この野郎、しいたけ言ってねえよって言われてる。嬉しいだけとかね、言ってないよね。そうだね、じゃあレイアちゃんの声が復活してまたいつか4人でできたらいいですね。はい、はい、イメちゃんのセリフなんで見ててもらっていいですか。この番組では皆さんからのメッセージをじゃんじゃんお待ちしています。 HKT48 メンバーに答えてほしい質問や疑問、お悩み相談、ラジオでやってほしいことなどなどお待ちしています。プレゼントも含めて全ての宛先はこちら、メールでお待ちしています。 HKT@RKBR.JP HKT@RKBR.JP でお待ちしています。ということでお送りしてきました HKT48 の桃地浜ラジオ局、ここまでのお相手は HKT48 の柳瀬玲也と栗原沙耶と伊藤優衣と石橋いぶきでした。それではまた来週です。バイバイ。おやすみなさい。1周年ありがとう。これからも桃曲いっぱい聴いてね。今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。みんな夜更かししていっぱいラーメン食べようね。おやすみ。私もラーメンみんなと一緒に食べたいレイヤ。リンクの貝月ラナと大空莉子です。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチ、今夜もあなたにリンクリックをポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどで今夜もあなたにリンクリックと検索してフォローお願いします。ポッドキャストもリンクリック。